どうも、翔です。ゆうです。二人合わせて、翔です。お願いします。はい、ではね、ザッツパック撮影群馬のね、2020シーズンの選手、個人の振り返り、はい、第2弾ということで、はい、前回ね、6番の E の選手までやったので、ここは7番から5人やっていきたいと思います。背番号順ですね。はい、はい、ではね、全部チェックぜひよろしくお願いします。よし。じゃあまず7番、フォワード加藤純也選手ですね。31試合で先発27試合、2486分の出場で4ゴール3アシストということで、はい、いやーもう加藤選手はね、うん、もう素晴らしい活躍だったかなと。そうですね、うん、まあ、左サイドハーフとして、まあ、うん、不動の地位を築いてたかなって感じで ね、うん、ねテクニックを見せてくれてね、うん、こう加藤選手とね大前選手のコンビネーションとか見るとすごいワクワクしますしね、うん、そうですね、まあ、僕の個人的な推しメンの一人なんですけど、うん、で来シーズンも残るっていうことでね、引き続き応援していきたいと思いますね、うん、やっとフィールドプレイヤーで残ってくれる選手がね。そうですね、うん、前回の動画はね、ほとんどが移籍組っていう感じでちょっと寂しい動画になってしまったんですけど、そうですね、ここからはね、今年も頑張ってくださいと言える動画にどんどんなっていくかなと思います、うん、来年もね、活躍を見せていただきたいと思います、うんうん、加藤選手には2021も加藤選手はね、まあ、これぞ KJ といったプレーをね。そうですね、結構サイドバック使うのがうまいんでね、うん、まあ、左に誰とコンビ組むのかっていうのがちょっと楽しみですね。はい、はい、というわけで今年も頑張ってください。はい、背番号8番岩上雄三選手。ああ岩上選手もね、頼もしいですね。頼もしい選手はね、40試合出場、先発が39試合、うん、3362分、はい、1ゴール1アシスト、はい、ということで、岩上選手はね、こうね、すごいじらすというか契約更新がなかなか発表されなくて。そうなんですよね。これ出てっちゃうのなんてすごいそわそわしてたんですけども、更新が発表されて、もうみんなザスパサポ安堵というか。そうだね。もう中盤に移ってからの活躍ぶりはもうとんでもないというか、うん、またね、僕の個人的な推し面の一人なんですけど、だんだん発信推しなの。そうね。ということで、岩上選手が残ってくれたというのがもう何よりの補強なんじゃないかっていうぐらい欠かせない選手だね。うん、そうですね、やっぱ僕が見る限りだとサイドがやっぱザスパって結構ね、うん、上がってってるシーンが多い中で、岩上選手がちゃんとねボランチの位置から後ろに下がって、うん、あのディフェンスの守りをねケアしてるっていうシーンがやっぱ何回も見られたんで、うん、そういうやっぱ陰でねチームを支えてる選手っていうのは、そうですね、うん、非常にありがたい選手っていうことで、非常にねこう攻守のバランスを保ってくれているというか。そうですね、かといってねちゃんとね前線に行ってシュートも打ってくれるし、うん、本当に代わりのいない選手と言っていいぐらいなので、うん、フィール全フィールドを、ね、駆け回ってくれるというかね、今年もね期待していいんじゃないでしょうかということでね、はい、頼もしい選手です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。背番号9番フォワード岡田翔平選手ですね、はい、今シーズン2試合出場、今シーズンというか、まあ、2020年昨シーズンですね、すいません、2試合出場の先発0試合、うん、26分の出場で1アシストということでね、はい、この数少ない出場時間で1点が絡んでるって。あ、アシストしてるんですね。アシストしてますね。ただね、契約満了による退団ということでね、はい、ちょっとこの動画の時点では確かまだ移籍先決まってなかったかなって感じなんですけども、うん、まあ、ちょっとね、この選手もまあ結構ね、僕ら見始めた頃からプレーしてた選手ではあったので、うん、ちょっといなくなってしまう寂しさはあるんですけども、個人的に名前が一緒なんで、一番最初に、ね、あのザスパの試合見に行った時にこの選手を応援しようってなった選手なんで、うんうん、ちょっと僕は寂しいですね。そうですね、思い入れはあったわけだからね、うん、ちょっとなかなかね怪我とかもあってね活躍見ることがねあまりできなかったんですけども、はい、もしね新天地決まるようであればちょっとね引き続き個人的に応援していければって、はい、感じですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で背番号10番青木翔太選手フォワードですね、はい、33試合出場の先発17試合1542分で2ゴール1アシストという形ですね、まあちょっとねフォワードとしてちょっと得点に絡む数が少なかったっていうのは否めないですけども、まあでもそこ以外の部分でねやっぱ献身的なプレーすごく見せてくれていた選手ではあったかなと。そうですね、やっぱりあの一昨年の開幕戦のね2ゴールの印象が強くて。そうですね、うん、やっぱり今シーズン、昨シーズンか、昨シーズンの2ゴールはやっぱりちょっと物足りないかなっていうぐらい、やっぱポテンシャルを持ってる選手ってことですもんね。そうだね、うん、体張れるし高さもあるしってところで、
ね、まあちょっと怪我とかもあったんでね、うんうん、だからそれこそ21シーズンの万全の状態からスタートできると思うんで、うん、まあ、それこそね、大前選手とのコンビもね、だんだんこう、こうね、練り上げたものになって、はい、いいプレー見せてくれるんじゃないかなっていう期待を込めてね、まあ、エースナンバー背負ってるわけですから、10番つけてるわけだからね、うん、もうより多くの、ね、得点シーンを見れることを期待したいかなと思いますね。開幕戦もね、今シーズンが秋田戦に決まったんで、そうだね、またちょっと2ゴールね、そうだね、叩き込んでいただきたいと。秋田戦の2ゴールを僕ら見たわけだから、うん、ちょっとね、おデジャブかなっていう感じの活躍ね、期待したいなと思います。はい、選手今年も頑張ってください。頑張ってください。でですね、11番ミッドフィルダー田中俊也選手、はい、こちらこの動画の最後の選手ですね。はい、42試合出場、これね全試合出場なんですよ。おで先発は40試合ということで、はい、3137分で7ゴールって、ね、まあ、非常に42試合出たということでタフですよね。そうですね、まあ、前の動画で岡村選手が、ね、フルタイム出場ですって話をしたんですけど、うん、岡村選手はねセンターバックっていうことを考えると、うん、田中選手ってめちゃめちゃ走る選手じゃないですか、ね、うん、っていう中で全試合出たっていうのはえげつないタフさだよね。うん、ねえ、飯野選手の連動とかまで見てて気持ちよかったもんね、うん、本当に。そうですね、うん、この選手はねまだ若手なんですけども、まあ、7ゴール決めてね、まあ、ちょ結構もうエース格というか、うん、もうダスパーのねこう柱の一人だなという感じなのでね、うん、結構だから若いし結果出したんで、うん、こうちょっとこの選手もねステップアップしちゃうんじゃないかなんて結構ヒヤヒヤしてたけども、うん、しっかり残ってくれたということで。そうですね、風貌がエース格だもんね、もう。そうね、こうなんかちょっとあの金髪というか、うんうん、明るい髪色の短髪でさ、うん、なんかやってくれそう感がすごいある選手だよね、うん、なんかこうギラギラしてるところもありつつ。そうですね、うん、まあ7ゴールね、まあ、結構サイドでの起用が多い中で7点決めてるっていうところで、うん、だから今年はね、ぜひとも2桁、はい、10ゴールもしくは7ゴール7アシストとかね、アシストの部分で伸びるとか、うん、ちょっと新たな、なんだろうな、今年よりさらに飛躍した姿見たいかなと思いますんで、すごい期待している選手の一人ですね。はい、田中選手の頑張りでね、ジャスの得点力さらに上がるんじゃないかなと思いますんで、はい、応援していきたいと思います。はい、まあ、こんな感じでね、ここはね 5人紹介したんですけども、内容の濃い5人でしたね。そうだね、うん、もうみんな主力級の選手が多かったので、うん、というわけでね、まあ、5人ずつ紹介しておりますので、この試合はこの5人ですけども、まあ、本当に残った選手がほとんどだったんでね、うん、今年も頑張ってほしいなと思います。はい、ぜひともね、今年も感動をたくさんよろしくお願いします。お願いしますですね、また、次はですね13番からですかね、背番号また5人やっていきますのでね、全員紹介していきますので、ぜひとも全部チェックよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。